はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。11時をちょっと過ぎましたね。1月は24日のウェンズデーでございまして、週の真ん中です。明日明後日ありますけどね、日本日経平均は239マイナスと、まあ、若干下げてきましたね。あと20分ぐらいで全場引けます。241マイナスですね今。ドル円 148.08 と、この148をめぐってうにゃうにゃしてますね。香港はちょっとだれてきましたか、プラス225、はい。最近香港ね、あれですね、前半戦出だしがいつもですね高く終わる、高く出るんですけど、そう最後はですね高く終われないというような、そういう癖がありますね。まあ何かの意思が働いているのかもしれませんが、ドルウォンでございまして、じわっと押されてまして、1339.8 ですね。これはなんか1340をいきそうなですね、今99になりましたね。韓国経済ね、よろしくないんで、今後ウォン、今40になりましたね、押されるでしょう。日本経済でございまして、これは昨日の日経かな、15時。例のごとく6行です。日銀総裁物価 2% 達成、角度少しずつ高まっていると。日銀は23日開いた金融政策決定会合で大規模緩和の維持を決めた。マイナス金利政策の解除は見送り、超短金利操作、イールドカーブコントロールや上場投資信託 ETF 買い入れと、買い入れといった措置も維持した。要は何も決めなかったということですね。現状維持で。日銀は賃金と物価の好循環が強まっていくか、慎重に見極める姿勢だと。この賃金と物価の好循環というのはですね、賃金が上がって物価が上がってですね、経済成長につながっていくという、そういうなんていうか、もうどうでしょう、50年ぐらい前の定説ですね。これね、多分ね、今はね、この賃金と物価の好循環というこの考えはですね、今の日本には当てはまらないと思います。なぜかというとですね、人口減少なんですよ。人口減少と高齢化、つまりですね、お金使う人の数がどんどん減ってるんですね。減ってるということはですね、消費が減るということなんですね。人口減った分だけは必ず消費が減るわけですよ。いつも言うことですけど、例えば年間70万人の人が日本でから いなくなるでしょ。70万人分のトイレットペーパー、ティッシュペーパーが絶対減るでしょ。当たり前ですけども、石鹸も減るでしょ、シャンプーも減るでしょ、で食べるものもですね、70万人分は減るわけでしょ。で、高齢化比率が高まってるんですね。で高齢者って、私もですね61歳ですけども、食べる量がですねかつての半分以下なんですね。だから使う量も減るわけですよ。だから使うお金も減ってますよ。変わらないのはビールの消費量ですけどね。だから圧倒的に日本っていうのは消費が減っていくわけなんですね。消費が減っていくということはですね、そのものを売ってる企業のですね、収益がなかなか高まらないわけなんですね。ということはですね、賃金もですね、払えないという状況になるわけでして、賃金と物価の好循環なんていうのは、その人口がですね、少しでも増えてる時の理屈であってですね、何を言うてんやろって感じが思いますけど、植田和男総裁は、同日の記者会見で、括弧物価見通し実現を、角度は引き続き少しずつ高まっていると語ったって、何も言ってないのと一緒ですね。植田総裁は記者会見で企業経営者から賃上げうにゃうにゃうにゃと、政府側はですね、賃上げせって言うてるわけですよ。会社を経営したことのない人がね言うてるわけであってですね、アホちゃうかと思うんですいつも。私は小さい会社を経営していましたけど、従業員は可愛いもんですよ。だからちょっとでもお金を上げたいもんなんです、普通の経営者はね。まあそうじゃない経営者もいますよ、全部俺がもらうんやみたいな経営者もですね中にはいますけども、でも大方の人はですね、大方の経営者は自分たちの社員にたくさん払いたいと思ってるわけなんです。あれば払うんですよ。
もちろん自分も取りますよ、自分も取りますけども、できるだけですね払いたいし、自分が経営している会社はですね、同業他社に比べてですねいい会社なんだと思いたいんです。給料がいいっていうのはいい会社でしょ、たくさん休暇を上げるっていうのもいい会社でしょ、いい会社になりたいんですよ従業員なんかいじめ倒して使い倒したらええんやみたいな、そういうふうなことを考えてる経営者はいますけども少数派です、でだからですね賃金上げろって言われても上げるかなそんなもん儲かったらということなんですね。であとやっぱしね、そのある程度の会社になりますと怖いんですよ、この不景気が。だから社内の留保、つまり溜め込むんですね、従業員にあげるお金をですねちょっとケチってですね社内に置いとこうと、いざという時にこれを使おうと。しかしそれはね、なんと言いますかね、会社が左前になってもね、その従業員をなるべくクビにしないでおこうという現れなんですね。ですからですね、一概にそれを非難するというのもですね、真っ当ではないなという気はします。さて、まあ、それはいいんですけど、日本銀行総裁、今回の会合で何もしないということを決めました。多少でも期待されてたのはですね、この、マイナス金利政策の解除なんですね。金利をつけるというのなんですけど、いつも申し上げていることですけども、金利がない世界っていうのはふやふやなんですよ。今の日本もう日本ってね、こうずっとふやふやの世界で生きてるんですよ。金利がないとね、経営者はですねそのだれるんですよ、はっきり言って。お金を調達するコストがかからないかをただみたいなもんなわけでしょ。そうするとやっぱりね、引き締まらないわけであってですね、どんどんこう、なんていうか、経済の、どう言いますかね、筋肉がつかずにですね、ふやふやの脂肪ばっかりついてるわけですね。で、ゆるゆるのことをやってるわけですよ。だから日本ってね、いつまでたってもね、緊張感のない経営がついてるわけですね。なんとかなる企業はなんとかなるわけですよ。でも、あかん企業もですね、死ぬことはないわけですよ。ゾンビ化してるわけですよ。要はね、これを続けてきたおかげで日本経済ってあんまり活力ないんですね。人口も減ってるしというようになって、ピシッとですね金利をつけるべきなんですね。そうすると経済が引き締まるわけであって、でしかもですね、あれです、お金をもらえる人も増えるわけです。日本の個人資産は2000兆円なんて言われてますけど、仮に 1% ですねの金利がつけばですね、これそれだけでですね20兆円なんですよ。20兆円、それが仮に全部消費に回ったとしたらですね、GDP が20兆円上がるわけでして、およそですね、0.4%、0.3から4ぐらい上がるんですね。まあ、それは、偉大なことだと思います。でも金利がないとそれがないわけですね。ゼロ金利もしゃあないと思いましたよ、その、十何年前は。もっと金融緩和せえと思いましたよ。前の総裁の時はね、白川さんかな。で、黒田さんに代わってやりすぎたんですよね。やりすぎて、それをだらだらと続けたわけであって、日本経済がどんどんタランタランタランとこう、元気がなくなっていったわけです。まあ、これでもね、悪くはないんですよ。今のですね、まあ、景気を維持してるわけであって。で、これね、今はね、まだね、金利を上げる余地は少しあると思うんですね。ね、もうすぐね、不景気来るんですよ、きっと。中国発の何かショックもあってですね、その時に下げる金利がないんですよね。アメリカなんてすごいですよ、 5.5 もあるんですよ、金利が。それを要はゼロにできるんですよ。 5.5 の選択肢があるってことですね。日本は全くゼロなんですよ。不景気がやってきた時にですね、失業者が街に溢れた時にですね、有効な経済政策が取れないんですね。ぼーっと見てるしかないわけですよ。今までで金利を上げる余地なんかいくらでもあったんです。今でも上げられるんですよ。じゃあアメリカが利下げを始めたらものすごく金利上げにくいですよ。金利をちょっと上げたらピシャーンとどの円高には触れてしまいます。なんでですね、もうね、2023年はですね最後のチャンスだったかもしれません。でまだね、遅くはないと思うんですね。でも今から上げられたって 0.25、2回上げられるかな、という感じですね。そしたら 0.5 しか幅がないわけですね。いざ景気悪くなっても。アメリカ 5.5 もあるんですよ。アメリカとのですね、経済格差が開くばっかりでございまして、この上田さんという、このおっさんですね、何にもしたくないんですよ。見てると、もう顔見たらわかるんですよ。こいつらもせえへんな、という。つまり根性がないわけですね。度胸がないわけですね。金利を上げるっていうのはものすごい勇気がいることです。
勇気のない顔してますよね、この人。なんとかだから自分の任期の5年間をですね、平穏無事に送れりゃいいと、まあそういうお方なんでしょう。おかげで日本経済はさらにですね、こう、基礎体力が弱まっていくと思います。一応このですね、日経新聞のですね、アドレスを貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。